やったー、ケケです。50日世界一同12日目、今回はですね、なんと12日目にしてね、クララワの大会でね、優勝してきました。この大会っていうのがね、クララワ公式さんが主催しているスターチャンピオンシップっていうね、大会があるんですけども、アジア限定の。で、昨日それのチーム最強決定戦みたいなのがあったんですけど、そこでね、日本代表として出場してきて、優勝することができました。メンバーはパンドラとエンドゥっていう方なんですけどもね、そこの一員としてね、頑張ってきました。まずね、KO1 で3立て指定で、次の 1V1 で2勝1敗でしっかり勝って、で、最後に 1V1 で2勝1敗しっかり勝っていったといった感じでね、KO1 3立て、1V1 を2回勝利と。まあ、成果としては完璧だったんじゃないかなと思います。ただね、やっぱ、1V1 の2勝1敗の1敗の部分をね、やっぱなくしていきたいですね。安全にもう 2-0 で勝ち切れるように、もうそんぐらい圧倒的な力をつけていきたいと思いますといった感じで、今回はですね、そのスターチャンピオンシップで多用したね、こちらのラバデッキ使っていこうと思います。このラバデッキね、まあ、5括ラバデッキなんですけど、すごい強いので、なんで強いかっていうと、見てください、スケドラとホバが入ってるんですよ。で、スケドラって5打ちたいじゃないですか。で、ホバも5打ちたいじゃないですか。ってなると5が2枚ないとね、勝てないんですよね、このデッキに。なんでね、5が2枚入ってるデッキはね、あんまないんでね、もう勝てるデッキがないということで、今回マルチやっていこうと思います。現在順位は221、あんまトラゲしないんだよね。いきます。さあ、やっていきましょう。いくぞといった感じでね、まあ、先ほど話したね、スターチャンピオンシップね、個人戦の方はね、負けてしまったんですけどね、まあ、そんな負けも糧にして、ちょっと明日へ突き進んでいけたらなと思います。相手のデッキは、ペッカ工場。もう一度言います。相手のデッキは、ペッカ工場。さあ、ペッカ工場デッキに対して、まあ、縦線が入ってるから結構有利ではありそうなんですが、ペッカ工場にね、あんま勝ったことないんだよね、このデッキ使ってて。不思議。あら、不思議と。さあ、ここスケドラで押さえていって、なるべくね、陸を温存する。僕はギニュー特戦隊ということでね、なるべくね、リクームの方をね、温存していきます。さあ、ここディガーで後ろに下げつつの、まあ、防衛ですね。やっぱりか強いな。さあ、ここは、まあ、五分盛りでいいかな。五分盛りやって、工場来たら立てせん。うん。いや、割とね、なんか陸受けっていうか、恐れるんだよね。謎に。まあ、マジアチャとかエレキを処理するカードが矢の雨しかないから、そこでの少しのアドバンテージっていうのがあるのかな？わかんないけど。ここね、俺許容する。ここ許容して、痛いなんて言わない。男だから。ここ許容してラバ展開したいんですけど、さすがにこれには縦線出していって、で、ここでラバ出したいんだよな。頼む。行くぞ。よし、行けるね。さあ、行きます。ブーラバの出てくるときにさ、こんな声出すでしょ。さあ、ここメガゴとりあえず速攻だって言って、まあ、エレキとか来たら、まあ、それはそれで美味しいのかなっていう。ここホバー当てる。2発で押さえて。頼む。よし。でかい、これは。で、うーわ、それやらしい。えろエロー あのマジャチャ、ドエロじゃないですか。ドスケベ、あ、来た。これは、ディガーつなげて、うん。こっちにこうして、で、ここに、ヤナメ。ここはスケダラ出されちゃう。いや、いいんじゃないいいんじゃない?5使わせていって、さあさあさあ、ダメージ取っている。さあ、これはどうなるんだ？さあ、ここ、ここなんですけど、ここなんですけど、とりあえずディガー飛ばします。ディガー飛ばして、ゴボリ回して、ゴボリで押さえていく。で、ここね、ヤナメを軽く打ってあげるとね、まあ、ゴボリが勝ってくれると。さあ、ディガー刺さっている。これ、スケドラ。なるべく縦線とか切らない。空で対応できるのは空で対応する。それが鉄則です。さあ、ここは、いやー、ちょっと怖いな。怖いぞ。ここは、まあ、メガゴプラス縦線で先に、うーわ、そういうことしてくる。大丈夫かなこれ。怖い怖い怖い。ちょっと待って、ゴボリ出さないとやばい。ゴボリ出して、はいはいはい。これは OK です。これはディガーで起用します。はい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 。なるほど。面白い。さあ、ここホバで早めに溶かしていきます。OKOKOK。めっちゃいいよ。このホバ対応できないよ、相手。さあ、来た。ここはメガゴで処理していって、これ絶対エンメ来るでしょ。エンメ来ると思うんで、ヤナメでシュパーンってやっていって、さあ、ここはゴボーリーからの、ここちょっと攻めたいんで、ディガースケドラ。
この形相手からするとちょっとだるいんじゃね。ファイブツか。さあファイブツか。一発入っている。確実に一発削っている。一発と。さあ。これはホバプラスメガゴで許容していきます。右はまだ許容できる。さあここは横に飛ばして、矢の雨持っていく。矢の雨がエルキに当たっている。さあエルキ溶かして。さあ一喜一憂、全力で喜ぶ、それが僕に対しての僕のクラロワに対しての気持ちですといったところで、まあペカコジ相性いいんじゃないかなと思います。今やってみたい感じ。さあ一勝していて186位からガンガンいきましょう。ガンガンいこうぜ。さてさて来ました、よろしくと。この人覚えてる、迫撃スケラーなんで、まあスケラに対して縦戦、迫撃に対してまあ空で対応するっていう感じになると思います。対空がハンターとやりゴブがあった気がするんだよ。でこの時ハンターきついんですよね。これラバ、こういう2コスに対してラバ合わせるのは非常にいいです。これはこんな感じのゴブ森でね、しっかりで、ラムってユニット止めるじゃないですか。だからこういった感じで直線上に置いてあげるとラムに止められながら殴るんで A です。あ、エルキじゃん。ここはスケドラ。いや、最近さ、乾燥するからさ、めちゃくちゃ痒いんだよね。やべ。ちょっと待って。ベビドラ入ってんの？そりゃ、聞いてねえな。さあ、ここまあ、ホバで、まあ、エレキとベビドラを処理する。これ、ディガーつなげないで。いいや、つなげる。俺はディガーをつなげます。ここは。ちょっと悩むところだったんですけど、相手、対空が明らかにないんで、ここのディガーきついと思います。さあそうですね、これをもう何も出さずにホバだけで処理することができる。これ美味しい。これね、アド取れてる。てか迫撃スケルじゃなかった、全然ラムだった。ラムペッカラムか、これだよね。なんで対空がエレキと、これね、あの無視できるかできないかで変わってくる。男の男磨きが、これも無視すんの俺。このラバデッキってあんま無視しないんですよ、正直。守りながら戦うデッキ、ただこれだけは無視した方がいい。さあここは、まあ、落ち着きのメガゴをつけていき、まあ多分エレキが来るんで、まあベビドラ来るでしょう。でその後エレキ来るでしょう。ここもガン付けです。ガン付け、相手スペルライトニングなんでね、ガン付けしてあげて、でディガー回していく。さあ刺さっていく。確実にここ矢の雨を追加してあげることによってホバがフリーだ。よし、あとはディガ削りで勝てるんで、この左を守ることだけを意識しましょう、とりあえず。なんなら達人入ってくれ。頼む。まあ、だろうな。そこ、メガゴから防衛。あと40秒よ。いやー、来たか。さあ、これ、いや、先にディガード落としに行っていいな、これ。うん。これは、こうして、で、メガゴも出し、やばいって。ああ残んないの？ああガチかマジか。うわーマジか今の。うわーじゃあちょっと待ってくださいね。俺の圧倒的なミスがありました。ですね、ディガーを出さずにだね。うん、正解はディガーを今みたいな感じでここら辺にディガー出してペッカを後ろにずらしてからの。まあ防衛が良かったんだけど、できないか。そこ近くで受けていって、 OK、 ペッカさえ入らなければいい。さあただまあ言うて状況が不利になったっていうわけではない。ここから全然いけますね。さあここも多分また端前ペッカやってくるんで、こんな感じで縦線でずらしてからの五分折りで、ライトニングなんで、まあ、スケドラで抑えるのが好ましいでしょう。これはメガゴプラスのディガーで受ける。陸受けないからね。からの、いや、ホバ入ってるよ。さあ、で、エレキは来るか来ないか。はい。エレキ来たらエレキに縦線。分かってる。さあ、ここで真ん中ラバです。で、ここで意識するのは多分相手も攻めることしかないから、そう、ごぼうりをね、一応構えとく。ラムのために。で、ここ、やなめ打って、エレキをディガーに飛ばすと思いきや、
タワーに飛ばす。さあ削っていってボコーン。さあ GG オッケー、よしよしよし。ちょっと一時間危なかったんですが、反省点があるとすれば、ディガーでタワーを落としに行ったシーンあったじゃないですか、1本目の。あそこをまだ落としに行かずに防衛にペッカーを後ろに下げるような感じで使ってたら、まあ、守れてたし、その後普通に落としに行けたしっていう安牌なね選択ができたかなと思います。170位、ラスト1戦行こうと思います。行きます。よーし行くぞ、よろしく。さあ集中して精神を統一していきましょう。ここはまあラバがないんで、矢の飴かディガーを切っていきます。で矢の飴を切ります。行きます。さあ打っていく。いや打つ人下手だな。さあここはゴボリ置くのもありなんですよね。ここゴボリ置いてっか。ゴボリ、うわ高っ、やべやべやべ、高すぎる。あと1マス下ですねこれは。うわやだ、そのライドラ嫌だ。ただここラバ展開でいいっすね。このライドラの前につけるのは多分できないんで、相手はここはラバで受けながら、まあ相手に、うぅ、やばい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 、普通にやばい。まあスケドラでまずライドラ溶かしてから、一発、一発、お願いします、お願いします、ああ、ただライドラ使ったでしょ、これ絶対守れないから、オッケー、オッケー。ええわ、ええわ。さあ、ここ、ホバでインドラを撃ち抜いていく。なんなら俺、くれ。お、来た。フリーズ使ってるでしょ。フリーズホバだけにしか当たってない。さあさあさあ、これ1本折れる。ここでこんな感じでいきましょう。達人頑張れ頑張れ頑張れ、応援することしかできない、悔しい、そんな自分が悔しい。さあここはどうしようかな。まあスケドラ高めでいいかな。これでまあバルーン警戒にもなるんでね。でここはライドラ出してくるか、それかまあ何もしてこないか。トルネか。それ賢いな。まあ、ゴボウリとメガゴさえあれば、いきなりバルーン来ても守れると思うんで、ここは一旦後ろからラバかな。後ろラバ行きます。さあ、メガゴもあるし、ゴボウリもあるんでね。守れると思います、バルーン来ても。で、大事になってくるのがホバですね。ホバがすげえ強いから、ホバをなるべく後ろから出して、トルネとかでまとめられてやられないようにしたいですね。いやこれさ、さてはやばいな、これ低めから行って、おお、フリーズもかけてくんだ。さあこんな感じでライドラのタゲを取って、オッケーオッケー、アドを取っていく。さあここのディガ、ここのディガ注目です、ご注目あれ。ここのディガー、ここのディガーでライドラのタギを取るように仕向けてるんですよ。これね、もう仕向けてるんです、完全に戦略勝ちです。俺はずっと生まれた頃からこのことを考えてた。相手は試合が始まってどうかどうかなって考えてた。歴が違うといった感じで GG。 さあ3戦3勝していきました。さあこのラバデッキ皆さんどうでしょうか。ファイボが2枚入ってないと勝てないということが証明されましたね。よかったら使ってみてくださいということで、引き続き頑張っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でバイバーイ。